はい、どうもありがとうございます。ご覧ください、この絶景を。絶景でもないな。こういうね、格好をしてるってことは、あれですね。あれですね。試合ですね。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。試合に来たということは、グローブみんな持ってるわけじゃないですか。そうですね。グローブっすよ。僕もね、グローブ大好きで、まあ毎日触ってるぐらい好きなんですけど、どうせだったら、ゴリラーズのメンバーのグローブ紹介したいなと。おぉ。思っちゃったわけなんですよね、僕。いいっすね。いいっすか。じゃあやっていきましょうか。はい。はい、じゃあゴリラーズのね、ショートストップ、守備職人のあゆくんです。こんばんは。こんばんは。まず使ってるグローブはこれは？グローバルエリートのオーダーで内野手用グローブです。オーダーの内野手用グローブ。はい。なんかこだわりとかありますか？こだわりは、うん、前回使ってたグローブの真似をしようと思ってたんですけど、うん、ちょっと 0.5mm、うん、大きくしたら、うん、ちょっと大きくなりすぎちゃって、うん。やっぱ一番気になるのが、水のプロじゃなくて、なんでグローバルエリートを使っとるんかっていうところなんですけど。軽さですね。軽さ？うん、まあ値段は別に気にしなかったけど、うん、あの革の質とか軽さとか意識してました、うんうん。水プロよりちょっと安いけど、革はしっかりしとるし、うん、そうですね。さらに軽いってことで。はい。まあ、型的なこだわりは？型的なこだわりは自分は当て取りよりも、こう、しっかり掴みたい感じなんで。ああ、完全に掴み取りやね。掴み取りだから、うん。こんな感じで。なるほど。はい。アウリアじゃん。じゃあチームのね、ダブルエースのユッキーくんです。はい。使ってるグローブが？桜グローブ。桜グローブ。あの KB スポーツの。いや、小海店長も喜んでると思いますよ。はい。なんかこだわりはありますか？こだわりですか？うん。まあ自分はフィールディング重視で小さいグローブ。もう小さいよね、なんか。潰すっていう感じでもなく、うん、縦でもなく、うん、まあ。こんぐらい普通、もともとついてた方をしっかり柔らかくしたみたいな。そうですね、はい。あと内野手用みたいに使うみたいな。そうですね、フィーリング、まあ大事だと思うんで、うん、そうだね、はい、うん、まあチームを全国に導いて、はい、くれるエースだと思うんでね、頑張ります、よろしくお願いします、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ね、この方は、キャッチング以前ね、やっていただいたコミ君ですね。はい、神宮メンバーのコミ君です。で、使ってるグローブがこれは、これはあれじゃないですか、僕が以前紹介したガチガチの源田選手モデルですね、これは。なんかわけあって、ちょっと、工場長、Z の工場長となんか。まあ、Z の工場長に知り合いがいてね、作っていただいたということで。なんか型的なこだわりはありますか？いや、特に。あ、もともとの？そうですね。もともと型で。で、まあ、師匠がいるんですけど、自分の。師匠。その人にちょっと型をつけてもらって。なるほど。はい。小学校からのコーチで。小学校からのコーチに型をつけてもらったと。はい、その方にいただいたものです。いいですね。なんかいいところありますか、このグローブの。やっぱり普通ですか。全然違いますからね、本当に。ちょっと違います、うん。ちょっと軟式にはちょっと硬いかなと思うんですけど。うん、あ、艶えぐない？ちょっとやばいっす。うん、艶がえぐいんですよね。うん。まあ、このグローブを使ってるってことで。ありました。ありました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。その外野手用のグローブは何ですか？アシックスのゴールドステージ。お、よくわかってね。うん。アシックスのゴールドステージ。まあ、一応オーダーなんですけど、こだわりとしては取ったらもう、ポケットにすぐボールが行くように、まあ、片付けは、あの、店の人にやってもらいました。お、店の人にやってもらったんですか？店の人にやってもらいました。どんな方ですか？どんな方？まあ、ずっと使っとるから、やっぱり、ちょっと型崩れするけど、まあ、親指と小指がつくような感じで、つけてもらいました。めちゃくちゃ軽いです。軽い。まあ、アシックスのええとこで言えたら、軽さと、まあ、耐久性かな。まあ、そうですね。自分人間性地味なんで、やっぱちょっと赤でちょっと目立とうかなって。おー、なるほどね。やっぱそういうとこも大事ですよね。外のね、電気が切れたんで、こっちで行きたいと思います。はい。はい。まだ使ってるグローブが ?YSF。出ましたね、YSF。今で言うてっぺんさん。今で言うてっぺんさん。なんかその作った時のこだわりとかありますか？そうですね、大学が、まあ、青基調のチームやったんで、グローブも青にしようということで。やっぱ、ユニフォームに合わせていきたいと。そうですね。で、たまたまゴリラーズも青だったと。ゴリラーズも青。型的なこだわりありますか？いや、そこまでないんですけど、自分がやっぱ投げるときに一番握りやすい型が自然にできたかなって感じですね、うん。なるほどね。やっぱユニフォームにグローブを合わせていくというスタイルですね。すありがとうございます。ありがとうございます。あ、こんにちは。ちょ。使ってるグローブのメーカーを教えてください。SSK になります。SSK。はい。このなんかこだわりは何かありますか？こだわりは色合いと、このウェーブですね。うん。ウェーブはちょっとあんま変わったウェーブになってて、あんまり見たことないウェーブになってて。確かに。黒と赤を混ぜたような配色で、はい、この黄色のラインを入れてるっていうのは何かありますか？なんか黄色が自分好きなんで、ちょっとここに入れようかなと思って入れました。肩のこだわりあるのがありますか？肩はこれは主にゴリスポさんがちょっとやってもらったんですけど。あ、これ僕がつけましたね、確かに。はい。いいぐらいに、本当いい肩になって、ありがとうございます。方式を？公式用ですか？公式用でもなんか軟式でなんか使っていけるような感じですよね。そうですね、全然使えますね、派手ですね。そうっすか、うん、ユニフォームが合いますね。いや、とても似合ってて素敵だと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、終わったんですけど、まあ僕のグローブはいいですよね。あ、まあ僕のグローブはいつも紹介してるんでいいとして、まあちょっとバイトとかあるんで皆さんちょっとさーっと帰っていっちゃって帰っていっちゃったんですけど、今いる中でグローブを紹介していただきました。まあこんなグローブをねみんな使ってて、まあユニフォームに合わせる人もいれば、まあ配色にこだわる人、まあ全くこだわれないけどね使ってる人もさまざまいるわけですよ。まあいろんな人がいますよね。まあまあグローブもいろんな人がいると思うんですけど、まあ人それぞれね、まあ、個性を出して、グローブ作っていっていただけたらいいと思います。ですね、僕らゴリラーズ、今度ね11月10日日曜日、ワールドペガサス、はい、桑田真澄ワールドペガサスに出場するので、ぜひ、応援よろしくお願いします。ゴリラーズのインスタもぜひフォローお願いします。ということで、今日はゴリラーズのメンバーのグローブを紹介しました。またねリクエストなどありましたらぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。今日のご質問以上です。ゴーリアスター。そして11月のプレゼント企画です。まずはこちら、ローリングスのプロプリファード公式外野仕様のグローブになります。こちらはゴリスポの片付け済みでスチーム片付けを行いました。キャッチボールノックいける柔らかさとなっておりますので、こちらを1名様にプレゼントします。続きましてこちら、フィールドフォースの少年軟式複合バットになります。こちら80センチのバットで打撃部がザラザラとなっており、食いつけのいいバットとなっております。この2つを1名様ずつプレゼントします。そして今月はまだ追加ありますので、ぜひお楽しみにしてください。ありがとうございました。